します。こうちゃんのしげです、今日はですね、キャスティングでシーラを、あと新しくね、買ったロッドの、まあ簡単なテストも一緒にやっていこうと思います。じゃあ行ってきます。今回ね、新しく買った竿が、これがね、ヤマガシーウォークっていう竿なんですけど、普段はいつもね、ソルティガの、ベージギング使ってるんですけど、旅行とか行くときにね、やっぱ姉妹寸法が、160超えると、できない場合があったり、なんか余分にお金かかったりするんですよね。で、国内線はなんか203センチまで、3辺の合計が203センチまでやったら大丈夫って言ってたけど、結構離島とかでプロペラ機で行く場合はね、そのプロペラ機の姉妹規定のミニマムがね160センチぐらいだったりするんで。使ってるね、ソルティガは入らないんですよね。で、海外とかにも持っていけないんですよね。で、この新しく買った、ヤマガのシーウォークライトジギング 65M っていうのが、姉妹寸法が、149やったかな。だからまあ、これやったら、基本的にどこでも持っていける、モバイルロッドとして使えるのということで、ちょっと試験的に買ってみました。やっぱりね、ライトジギングのロッドといっても、やっぱりそのヤマガの、ヤマガブランクスの独特のね、張りのある、ロッドに仕上がってるんです。これがね、ちょっとどうなるのかな。ぐらいの小物やったらね、どんな竿でも上がるんですけど、大きな魚をかけた時にどうなるかっていうことなんですけど、やっぱヤマガの竿はね、感度はいいですね。当たってる感覚がすごい伝わってきて、かかる前から、あ、これかかるかもみたいな。はい、入魂成功しました。1投目はちっちゃいマダイです。おいおいおい、
かりますね。すごいやっぱり敏感やな。なんかね、2ピースのモバイルロットなんで、もうちょっとこう鈍感かなと思ったんですけど、相当しっかりわかる。ジギング用で買ったんで、あー、もうなんか当たってる、ああ当たってる当たってる。ジギング用で買ったんでね、ちょっとジギングやって初めて、どうなのかわかるんです。これフグや。あ、いや、フグちゃうわ。あ、フグちゃう。おっと、さっきよりはマシなマダイかも。あ、嬉しい嬉しい。これフレーでちょっと分かれへんな。これフレーでちょっと曲げて分かれへん。からか、マダイなんか特に前当たりがあるじゃないですか。だからなんか前当たりの段階でね、本当たりが来るまでこう慎重になれるっていうのはマダイ釣りにとっちゃすごくいいのかな。これはさて、じゃあキャスティングでシーラー狙ってみようと思います。まずはトップ。てかもうほとんどトップしか使えへんと思うけど。あ、追っかけてる。九州ではね、あんまりシイラをね、あえて狙うっていう人少ないんですよね、実は。他に釣り物がいっぱいあるからっていうのもあるかもしれないけど、でもね、まあそのあれですよ、関東のね、釣り友に話を聞くと、まあシイラもね、シイラゲームっていうかな、もうやっぱり向こうではね、結構確立されてる、ポピュラーな釣りやっていう話を聞きましたんで。Thank you.
シイラ釣れました。嬉しい。取れましたにもあのネットに絡んで邪魔くさいんで針一本にしました。見えてる？よし。欲しい。やっぱフック一本になると途端にかかりが悪くなるな。なんや、急に来たな。急に来ましたね。よいしょ。あれ？どっから？どっから？まあええわ。はい、ペンペン釣れました。お、楽しい。Thank you.
なんで？お、乗れ、乗れ、乗れ。なんで食ってこない。なんで、なんで。あ、今のはなんか大きいやつ。じゃあどうもありがとうございました。バイバイ。